おはよう。じゃあ2回も3回も言わないでよ、持っていけや。あーすまんの。また一個だくれ。ために茹でて炒めて、出汁かけて食べてるの。
ええんじゃ。なんかゼルダがトレンドになってるわ今。なんでマリオについて発売日なんやけど、スイッチ版のゼルダが。あ、なんか言ってたね。うん、いろんなやつがツイート上げとるわ。ゼルダかソフト買いましたとかって。スイッチ買ったついでにあのゼルダとあのマリオを追加して買いましたんで。あ、戦闘を再開します。マリオカートもこうやってマリオもこうやって。まあ俺はちょっとディスクシステムのやつを久々に買おうかなと思ったけど。あ？ディスクシステムのやつをセットで買おうかなと思った。やれやれなんでよ、買いで飲むだとか。まあよかったね。俺あれめっちゃハマったよ、ディスクシステムのゼルダは。お前やったことないじゃん、ディスクシステムのやつは。どこで買いに行く、女売ってもないのに。もう当時高かったからね、あの違う、ゲームショップ自体がなかったわ。あ、そう。ああ、まあ見払わな今日いつもね、うん、そこから古いチャッチーチャッチーって昔のことだけど、チャッチーこんなダサいゲームなんかあるかって言って探しおったわ、うちも、うん、ダサいわ。書き換え機も見たことないよ。ディスクシステムってね、書き換えれたんよ、ゲームを。知らんわ、そんなの。セガサタンでも知らんかったんだけどし。うるさいんだよ、あんたは。親に住んでてこうてもろうて。ほんで、今度、いらんようになったら手放して。悪かったね。ほんで、何なんかくだらんのかあったら、勝手に、瓦礫で捨てよったらしいね。そうですか。まだばあちゃんがね、あの、シャンとこしとったときにね、勝手に部屋入ってね、うん、いらなさそうなものをね、うん、風呂の焚き付けとかね、うん、母さんがね、これね、もう使わんだろうっていうやつはね、全部ね、瓦礫に出しよったらしい。 あ、 あんた気づいてないだっけ。くだらんもんばっかりを集めとらとかいうこと。母さん、切れとったもん、うん、戦闘は切れとってたら熱いじゃん。雨にはなるけど、曇りか、時々雨だよ。敵エリアに侵入。だって母ちゃんが初めて給料もらった時に、うん、ペルシャデコから始まって、ペルシャデコの次にシワがあの1週間、5日から1週間の間で来て、でその後、まあ部屋で飼うのもなんじゃけんって、ちょっとあれしたら外でつないで飼った時に野良猫が種つけて雑種が生まれるじゃん。ねえ。うん。でどんどん増えるじゃん。面倒見きれんじゃん。じゃあ鼓さんとか高見さんとか全部見れたわ。見れへんけん。どんどん見れへんけん。見れんくなるじゃん。敵エリアに侵入しました。餌、うん、にはこだわりがないけんね。うん。ジッパーとかカマンボとか何でもやってもいいんだけど、キムチとか。よそはね、そうもいかんけど。安かったけどね、90円ぐらいで買えようったけど、当時の。カマンボチコンを。うん。で、それこうて。あれだけ貸し食うことに腹が、これ言ってないんだよ。うん。ん？これ。ああ、そうですか。ほら、見てみろよ。こんなに見てないよ。私を苦しめるために作られたのか。ほら。頭が、めっそうだわ。確認の感覚は何だろう。あんた、いつだったら綺麗にするの。コロコロもこうやってやったのよ。ん？いつだったら足回り綺麗にするの。ああ、これを買ってたのかな。で、予備で、替えをこうたけ。うん。サイズかな、思ったら。大きすぎてもいけるし、小さすぎてもいけるけど、巻き数が少ないけどね。あれ、訂正のとこで切ってね、切れる。下手に切ったらね、次が使える、うん、ローラー。あ、そう。そうだよ。慌てたにいた方がいいか。これまだ出たまってないね。まだ店開いてないね。うん。Thank you.
もらってすぐにダメになるってありやん。お母さんに頼んだのに、ジャルとか知っとんよ、裁縫道具。全部ミシンの中にある。テレビ見る部屋、下も。ばあちゃんが使った部屋のミシンの中には、布縛りがない。あれ、松葉のとこがあるんだけど。母ちゃんの芋するために私嫁に来たみたいな。これズボンのファスナーに引っかかって破れたの。腹立つんだな。嫌じゃろ、ファスナーに、ファスナーの金子に引っかかってさ、服がもうボロボロなのに、ね、なんてズボン。母さんに一つのこと頼んだら、母さん一つのことで忘れてもらって。ダメだよ。なんか言ったかね、言うだけ、もういいって言うだけ断ったの。断るわね、そりゃ。もういいって、いいで直してんの。どうしてそんななるって言うだけ。ハサミが行方不明なところ。いや、これのもう一本。あ、普通じゃない。こっちの方が良ければ。スピードがいい。ディスクシステムって高かったかな、結構あれ。意外したっけ。当時、戦闘を中断します。ズメさんが2階に上がってきた時はね、ね、ゲームやると言われるけどね、タオルかね、風呂敷かなんかでかぶしてね、隠しとったわ。やれやれ。で、営業も先頭からって言われるのおうちだったんで。やれやれやろ。言っとくけどね、セミナーもそこまで勉強しないから。お姉さんがきつい人だったからね。昔から無駄遣いしてないよ。ね。欲しいものも買わず。買うお金がありません。これもダメで切れるわこれ。穴が開く。なんとか目立たないようにはせんやけんけんね。でもね、まあ、ズボンの中に出ればいいんだけどね。
かだったら少々穴開いててもね、あのボロボロボロって切れることはないんだが、これはね、一箇所外れたらすごい外れる。これが好きだ。また長く上やったら上やったら下やったら下やったら、ボロボロ。本当はね、裏地に見つけたいけどないんだよね、この時に。ええやつはね、これの歯切れを置いてくれる。すぐに穴が開くと思うか。何が来るか分からんけどね、うん、メガネ裸で置かんことだって、ケースに入れておいとった方がいいんだって、慌てた時に踏んづけて壊したら格好つくよ。まあそうそうだよね、ケチって水買う余裕もなかったけんの。ああ、じゃあ今から備蓄すりゃいいんやん、水は腐れへんの、長期のやつだと多分、うん、長期用you
持ってないんだよ。ああ、そうか。あのパリパリになってちぎれて荷物が落ちてどうするちょっとかしたけどおかしいもん。卵はあの時持ってなかったっけ、まだよかしい。卵買って卵でしょ。少々でデザートは崩れてもね、食べれんことないけんね。バッケージの中入って卵崩れたらもう終わりだけど、私さ、かけてまで卵10個割れたんよ、うん、でね、惣菜とか準備するとこじゃなくてさ、奥の野菜とか調理しよるとこあるじゃん、あそこの方の人が、ね、気づいたのかしらね、どうしちゃったって、卵割りの仕事だって、もう買っちゃったって、もう買ったけど、それでうちらが料理で使うケース変えてくれたんよ、理由言うたんよ、ガキ長がね、走り回るから、お母さん探したんよ、戦闘は中断。切れて言ったもん、お母さんに、うん、頼むけんね、この狭いとこで走らさんと言って、一応かどこら広いならまだやけど、うん、まあ、それでも危ないけど戦闘を再開ね、うん、頼むけん、あの走り回らすのやめてくれんか、いや元気の証拠じゃけいかろうよって言うと親が言うけど、バカかと思う、全然いけないけど答えてけんね、うん、なんか思うわよ、新しいもの、新しいもの出てる、なかなかね、回答ができんから、戦闘は中断、いたちごっこされたわ、うん、こっちもほぼ終わってやるけ、食べるか食べるか、店で店内で食べて、店内カウンターで戦闘を再開し、またそれが繰り返しになって、4回も出たもん、うん、すいませんとかなっとったわ、表示ができんかって、今日は面接うまく走るんでしょうかね、うん、トラックが、トラックのあの上に積んどるあれが高さがあって、引っ掛けてフックで、フックが中で引っ掛けて配線壊したで切らしたの、電線のだけ、あの
新安城から西尾線の、ああ電車止まったんよ。やれやれ、今から仕事行く人なんか遅れるじゃん、うん、夜勤の人はね、うん、えっと、連絡もしねえけんし、タクシーの列もバスの列もすごかったし、一駅ぐらいなら歩いて帰りましょうかと言ってたわ。歩いて帰るか走って帰るか、大阪の目が入ったら俺、時が止まったホテルだね。もう歩いて2駅ぐらい行けたもん、そんな遠いじゃなかったけど、ちょうど冬だったしね。お腹空いたわけじゃないけどね、コンビニのおでんの大根を食べたいと言い出したシェフもったらかしいでね、ミルドの内緒で行った内線かけてもつながらんけ、おかしい思って見たらこうらん声がせんけん、ついでにパチもしたけどね、うん、水を連れ込んで彼は負けたん、うちは元取ったけどね、1000しか作ってない、5000ぐらい手に入れたわ。普通機やったっけね、普通機、うん、スロットから言ったら、あの核変なのまでやっていかん、ただ V に入れば、それまで V モードすぐ入るもん、私怖いって言ってたもん、あのハンドルレバーに入れるもん、そっから動かさんといて、入るたびにね、なんかねファンのとこに、あそこに入るたびに、口が開いて入るたびにねやりつけんけんね、うん、その時はタバコ吸う人も少なかったし、それ異常品だね、縫い目が目立つ、ここから縫い目が消えてる、ね、これ来たらあれ治った、目立たんようだったよこどせはつかるじゃん、これからなくなったらこれパンとそこ置かれてるって言うの、戦闘を中断。敵エリアにし。
変わってないよね。大きい方が変わるよね。わざわざリクビンって書いてる。足が。全部隊退却。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。全部隊退。戦闘を再開し。
週末連発マジか。明日母ちゃんの日だべ。おいねえ、母の日だで。そうですか。そうだよ。そう、激痛でね。シールが厄介だな。あ、あ、チンケやがった。
くか死ぬ。やばいわ。よっしゃ、
しゃもう陥落だなここは。ノイエジールだけだな厄介なのは。あいつどうしよう。エネルギー家になってくれたらありがたいな。完全に包囲してしまう。これだとまあ逃げられるか。モビルアーマーでも拠点制圧できねえからな。そこが欠点でもあり。やりますよ。バニング隊長に腕立てをやらされたくないですからね。敗北という事実を認識してください。よっしゃ、封じ込めた。ノイジエルは倒しようがないからな、この舞台じゃ。全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の総統戦に移行します。しゃあ敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。戦わずしてノイジールを潰す。いや、被害が何歩出るか分からんわ。ノイジールを相手にしたら。戦闘を再開します。英語を叩き合えるだけだな。
うわジムカスタムか厄介だな。 G3 神部団がおるじゃんもう。やべ、そうさからもう回復しようがないね。G3 は厄介だな。被害が出た。
ミューターが戦いたくねえな。被害に。これ水野好きな神指なんじゃ。おい。こいつのイラストよく描けたわ。こいつね、能力高いんじゃよ。敵回したらめっちゃ厄介やからね。しかもガン、しかもガンダムに乗っ取りやがるでよ。女みたいな名前つけてる。うん、いや、まあ、神実際言われとるけどね。あれ、女の名前なのに、なんだ、男か。なんだ男か あれでね、要するに主人公側に行ってしまったんだから。神あれがなかった、あれがなかったらゼータガンダム、そればっかり言ってたもん、うん、あれがなかったらゼータガンダム成立して、あ、部屋で、うん、女なのになんでね、ロボット系のアニメが好きなのかって言ってたもんね、当時ね。おらんかったじゃん、うん、まあね、中高の時代って、中高の時代は、まあ今のところガンダムだったら女のロボット系、うん、女のファン、うん、あれ、あのマジンガゼットとかそういうのあるじゃん、あるなの興味持つ人おらんじゃん、そういう話をしてたのよ。私よ分からんけど、三菱とトヨタの誘惑書とかね、留学者多分話し合うと思うよ。うん。ミチコで。おらんけ呼びやすい名前で言うて。お母さんとか、高見さんの場合は、ミチコって言うて、ちゃんと言うけどね。うちらの場合は、呼びやすい名前で言うて。
って言うね。うん。一文字ないよ。せめてこうつけてほしかったって言ってた。あれ一文字が嫌だったんだって。まだ時間ある。おじさんだってあの日直の直って書いてすなの。一文字。アキラも一文字ね。文章文章。うわークソ、カミューが動いてきやがったか。いや、厄介なんだよ、めっちゃ強いもん。やばい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 。やられたか。おかんが沈むわ。おやめてほしいわ。戦闘を中断します。神指なんでもただ女ったらしいやからな。俺から言わしたら、いろんな女とね付き合うよ。あんたが遊んでた。まあね、まあでも男はそれがないとダメよ。ご指示をお願いします。母さんもそのノート見とったみたいね。あ、そうマジか。手帳で。気に入らんかったらさ、連絡して取り合っとったんだろうね、あんたね。うん。通じんかったらもうぐしゃぐしゃぐしゃって。特に嫌なやつはね、赤ペンでさ、